2年以上も続いてたのかっていうか、2年以上にわたって続けられてきたさ、人造人間補完計画がついに懇談で、今回のこのシリーズで、感、ありがとう、はっちゃん。この重みすごいなぁ。めちゃくちゃビッグサイズ。すげえ重たい。でもね、ちっちゃいカプセルに入ってんだよね。最後、鳥を飾るのははっちゃんなんだよね。最後、人造人間8号で、人造人間補完計画。これももちろんね、はっちゃん、ラスボスだからさ、今回の、やっぱ2年以上にわたってね、やってきたシリーズの最後のメンツだから、やっぱ最後に開けたいよね。で、今回のメンツが、ダダーン！ドラゴンボールスーパー、UDM バースト47。かっこいいねー。パッケージが毎回いちいちかっこいいよな。孫悟空、ゴッディの悟空がいて、そしてメンツね。まあ、ゴッディの悟空がいるから、ゴッディ、いや、髪すげえ綺麗そうじゃない？で、ベストでどうなるか。これ絶対ベストで来ると思うから、ベストでどうなるかすげえ楽しい。あと、ベジッティングと。すげえベジットブル SSGSS のベジットかね、ベジットブルがいるという。で、悟空ブラックに、そしてフリーザ様ですよ。で、はっちゃん。人造人間8号。この8号で最後。いや、なんか、寂しいね。ずっと続いてたシリーズが終わってしまうのは。次何補完計画来るんだろうね。UD バースト48は、秋発売予定ということで。まあ、しばらく出ないね。秋発売だから。次、新しいシリーズ始まるのかな？で、フリーザさん。うわ！ペイントすげえ綺麗じゃない？なんか。すげえ！え、めっちゃ綺麗だな、これ。フリーザ様。特に今回そんな期待してなかったのに。フリーザ様。でも、はっちゃんが終わった、人造人間補完計画が終わった段っていうことでさ、この段のメンツは一応結構レアな感じがする。メタリックパープルだ。すげえ、メタリックパープルに塗られてる。尻尾の先も。めっちゃ綺麗じゃん。フリーザさん、ペイントめちゃくちゃ綺麗だわ。マジか、フリーザ様。こんな綺麗だと思わんかった。で、次が、ゴッドの悟空を見たいんだよね、これだよな。いや、ゴッディの悟空絶対、あ、でもね、なんか画像とちょっと違う、あ、クリアパーツじゃないね。クリアだと思った。なんかクリアに見えない、これ。クリアパーツに見えるけど、クリアじゃないわ。じゃあ、ベストでクリアにならない、きっとな。ベストで来た時に髪がクリアパーツになる。うわー、でもかっこいいね。筋肉感がすげえいいわ。筋肉。バイセプスブラキア二頭筋が盛り上がってるな。鍛えている。 で、シワね。道着のシワ感。あと、ここがか、いや、やっぱクリアの方がかっこいいと思うから、この髪がベストでクリアパーツになったら、これも至高だわ。ちゃんと眉毛も赤いもんね。ゴッディの悟空。完璧。いやー、かっこいいじゃん。質感がいいね。なんか質感が、ペイントの質感、肌の色とか。かっこいい。おそらくね、このフリーザもベストでさらなる高めに登ると思うんだよな。いや、めっちゃ楽しい。ベストが楽しいだね、こいつらね。でもってね、お次がね。いやー、ベジット、今回ね、ナンバーワンかもしれん。っていうか、かっこよすぎ。今回、画像の時点でやばかったじゃん。めっちゃかっこよかったじゃん。これ今回ナンバーフォー！リッチ関係ベジットブレー！道着の色いいね、なんかね、この色。あと、髪の毛。髪の毛クリアパー、今回クリアパーツねえな。クリアパーツないわ。全部髪の毛、クリアじゃない。パーツだね、これね。ほら。塗られて、全部塗られてる。ほら。めっちゃ綺麗。メタリックブルーで塗られてるわ。すごいな。今回ナンバーワンじゃないか、ベジット。激かっけえんだけど。ベジットとゴッドの悟空を並べてみるとこんな感じ。いや、でもゴッディもかっこいいな。いや、ゴッディもかっこいいわ。でも、やっぱさらなる高めに登ってる感はあるな、ベジットブルーの方が。まあ、ベジータの要素も入ってるかな。こっち悟空単体だし。そしてブルーだしね。いや、かっこいいわ、ベジット。いや、これ今回ナンバーワンだな。いや、でも悟空ブラックもいるから、ちょっとわからんか。ちょ、開けて。で、はっちゃんの前のね、悟空ブラック。この悟空ブラックはパケかっこよかったもんな、これ。パケ超かっこよくない？誰、悟空ブラックが。ゴッディの後ろに悟空ブラックが。シャーン。いたぜ。悟空ブラック。やっぱかっこいいよな、悟空ブラックな。すげえわ。なんか悪って感じがする。なんか悟空なんだけどね。見た目は悟空なんだけど、やっぱ悪って感じするよね。悟空ブラック。 すげえ悪って感じがする。いやー、かっこいいな。ロゼもいたらね、並べられたのに、今回。ロゼはいないと。悟空ブラックオンリーのね。すげえかっけえわ。
道着がかっこいいよな、悟空ブラックの道着な。ゴッドの悟空と並べてみるとこんな感じね。やっぱ今回のさ、ゴッドの悟空出来、最高の出来じゃないこれ。出来いいよね。めちゃめちゃかっこいいんだけど、こう並べてみると際立つな。すげえいいなと思ってたんだけど、他のやつと並べてみると比較すると、さらなる高みに登っていくね、どんどんね。このダブルだったらこっちも俺好きだもん、総合点。素晴らしいクオリティだな。これが1個200円でゲットできるんだから神だよね。200円。こんなちっちゃいのにクオリティが半端じゃないっていう。すごいシリーズだな、この UDM 改め。しかしね、ここで終わりじゃないんだよね。もう最後の人造人間保管計画、最後のメンツが残っておりまして、これで、いや、終わってこれで最後、今までの重みを感じるよね。はっちゃん、ありがとう。いや、最後にはっちゃん来てくれて嬉しいよね。うわ、でけえ見て、はっちゃん。おお、もう一個欲しいな、これ。どうしよう、はっちゃん。はっちゃん、もう一個欲しいな。でも、フィギュアショップでおそらく出回るから、一個300円くらいになるのかな、おそらく。ラッキーだったら、50円とかで買えるときもあんだよね。他のメンツ。お !50 円じゃん、このベジータみたいなときもあるんだけど、大抵高くなってるからな。はっちゃん、でかいね。やった、最高の出来だったわ、はっちゃん。これが今回のメインディッシュのメインディッシュ。人造人間8号。はっちゃんでやる。いや、無印のドラゴンボールやっぱ思い出すよね、はっちゃん見るとね。フリーザと比べてみると、でかさが際立つような、ほんと、すげえでけえわ。なんか、高さ的にはブロリー並みのでかさだよね。ブロリーよりか質感はあるかも、質量は。分厚いもの全体的にな。今回一番ちっちゃいフリーザ様と、今回一番でかいハッちゃん。ハッちゃん最高だわ。よかった、来てくれて。これが、今回の全メンツ。ありがとうな、ハッちゃん。俺の元に来てくれて。一生大事にするからな、ハッちゃん。ハッちゃん最高の出来だったね。すごいよ、このクオリティの高さは。最後にふさわしい。ありがとう、はっちゃん。はっちゃん自立するかな。あー、ちょっと斜めになってるから、しないかな。はっちゃんギリ自立しなかったな。あいつ作ってもいいかもしんないよね。はっちゃんもう一個ゲットして、頭のネジ取ってさ、つけるところ取って、台座にセッティングして飾るのもいいかもしれん。これが最後のはっちゃんだからな。はっちゃん、ありがとう。今まであ ありがとうな、人造人間たちを、たくさんゲットできたよ。保管計画で。それでは、また次回、次のね、UDM、秋か。次、秋48出るから、この48で。お会いしましょう。楽しみだね。まあ、その前にベストか。その前にベストをゲット、ベスト出ると思うから、おそらく。ベストゲットして、今回最後だからね、人造人間保管計画。なんか寂しいよね。次何モブ保管計画とかやってほしくない？ドラゴンボールに出てくるさ、モブ、すげえ、モブでも可愛いやついいんじゃん、たくさん。そいつらをね、保管していくっていう。いや、いいかもしんないね。どん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 補充していって。補充計画してほしいわ。それではまた次回、次の UDM の開封動画でお会いしましょう。最後は全員集合バイバイである。やっぱハッちゃんナンバーワンにしたいな。かっこよさで言うのであれば、ベジとブルーが一番個人的には総合点高かったけど、思い入れがあるわ、ハッちゃんにはやっぱ。ハッちゃん最高だった。ハッちゃんアップしようぜ。ハッちゃんアップ。ハッちゃんバイバイ。ワンチャンベストで。つうかベストで来るか。ハッちゃん。ハッちゃんベストで来るわ。絶対来るわ。あ、そうだ、まだバイバイじゃないわ。ハッちゃんごめん。ベスト来るはず。そうだよね。ハッちゃんベストでどんなんなるんだろう。え、すげえ楽しいだな、ベストハッちゃん。ワクワクしてきた。やべ、めっちゃ楽しい、マジ。